ラウンドロックは、アメリカ合衆国テキサス州中部、ウィリアムソン軍とトラビス軍にまたがる都市である。オースティン・ラウンドロック・サンマルコスト市験に属している。2000年国勢調査による人口では6万1136人だったが、2010年では9万9887人と63%成長した。ラウンドロック市は、バルコーンズ段階の両側にまたがっている。 これは一つの断層線であり、週刊高速道路35号線より、東の地域はほぼ平坦で、黒く肥沃な土壌のブラックランドブレーリーとなり、断崖の西側は、大半が丘陵性の強土が薄く標高が高い、カルストのような地形であり、テキサスヒルカントリーの一部となっている。オースティン市中心街の北約20マイルに位置し、州道45号線を、 死者会として漁師は接している。2008年8月の雑誌、マネーでは、ラウンドロックが、アメリカの住みたい、都市第7位に挙げられた。この評価は、ラウンドロックの世帯あたり年間収入中央値85,809ドル。2000年から2007年の間の就職機会成長率45.15%という、推計値に基づいていた。 テキサス州内で10位以内に入ったのは、ラウンドロックだけだった。2009年7月1日付、CNN の記事によれば、ラウンドロックの人口成長率は8.2%で、あり、国内、第2位に位置づけた。ラウンドロックは、公共教育で定評がある。2008年のテキサス州教育機関による格付けでは、ラウンドロック独立教育学区が州内裁量の、 学区とされた。この教育学区内にある42の学校のうち12校が模範校に11校が評価校に格付けされた。学術的に非承認とされた学校はなかった。ラウンドロックは国際企業デルの本社がある町として知られている。デルのラウンドロックにある施設では約1万6000人が雇用されている。デル社や その他大きな雇用主が市内にあることで、強力な経済開発計画と好都合な税率が設定でき、さらにイケアのような大手小売業とプレミアムアウトレット、モールができたことで、ラウンドロック市は、オースティンの眠ったようなベッドタウンから、自己完結型のスーパー郊外都市に変質してきた。クロービスポイント、およそ11,500年前の遺跡から、 出ドラウンドロックとウィリアムソン群は少なくとも紀元前9200年以降人類が居住していた。この地域で最も初期の住人と分かっているのは更新予後期のことであり紀元前9200年頃のクロービス文化に結びつけられている。これは研究が進んだゴールト遺跡で発見された事実に基づいている。近年の最も重要な発見は リアンデルタールのレディと呼ばれる人骨である。これはその年代とテキサス州、リアンダーの近くで発見されたのでこう名付けられた。遺跡はラウンドロックからに西に4マイルにあり、新しい高規格道路を建設するために地質サンプルをドリリングしていたテキサス州交通部の作業員が偶然見つけた。この遺跡の調査は長年にわたって後半に行われ、 炭素年代測定法により、約1万1500年前の更新予と特定された。前史時代及び、古希の開放的宿営地の遺跡もラウンドロックのブラッシークリークやジョージタウンのサンガブリエル川など、軍内の水流に沿って見つかっている。これら古代遺跡の考古学調査により、 焼けた岩の貝塚から発見された遺物と、引きる道具に基づき古希住人の証拠が大量に示されている。歴史的なアメリカ先住民として、最も初期のものとされているのは、トンカワ族であり、角石を使い、足でバッファローを追い、時には狩りのために草原に火をつけることもあった、狩猟民だった。18世紀には馬を使うようになり、限られた範囲で、火器も使った。 白人開拓者が入ってくるようになった後、コマンチェ族は1860年代まで、軍内の開拓地を襲い続けた。白人による開拓初期には、少数のカヨワ族、ヨジュアン族、タワコニ族を呼び、名愛イ族インディアンが軍内に住んでいた痕跡もある。19世紀後半、インディアンは、テキサス州中部から追い出された。この地域が、 イギリス系アメリカ人の田園社会に発展するにつれて新しい舗装道路のいくつかはインディアンが使っていた道をたどっていた有名な移民の道がラウンドロックを抜けており馬に乗った者が二人並んで通れるだけの広さがあったのでダブルファイルトレールと呼ばれているこの道はテキサス州北部からジョージタウンでサンガブリエル川をラウンドロックでブラッシークリークを さらにオースティンでコロラド側を渡る長い道の一部である。ラウンドロック教育学区にある一つの小学校は、この道にちなんで、ダブルファイルトレイル小学校と名付けられている。1851年、ブラッシークリークの岸に小さな社会が形成された。その近くには、クリークの中央に大きくて丸く金床の形をした岩があった。この丸い岩は荷車。 馬、牛が、クリークの中ほどを渡るときに、都合の良い低水くらいの場所を示していた。初代の郵便局長はこの社会をブラッシーと呼び、クリークは、ブラッシークリークと呼ばれた。しかし1854年、郵便局長の助言でこの小さな開拓地は、この時有名になっていた、丸い岩にちなんで、ラウンドロックと改名された。南北戦争後、ジェシー・チザムが、 牛の群れを率いて、南テキサスから、ラウンドロックを通り、カンザス州、アビリーンに向かい始めた。丸い岩のところで、ブラッシークリークを渡る。この経路は、チザムトレールと呼ばれるようになった。当時のセントチャールズホテルなど、古い建物の大半が今でも保存されている。この歴史地区は現在、オールドタウンと呼ばれている。 サムバスの時代から1870年代、ラウンドロック中心街は、1878年7月19日、19世紀、アメリカの列車強盗、サムバスが、テキサスレンジャーと、歴史的な銃撃戦を行いその後に捕まえられた、場所だった。バスとその一味は、フォートワースからクレバーンに向かう列車の強盗を、行った後、テキサスレンジャーに追跡された。バスは、 ラウンドロックに向かい、逃亡しようとして、テキサスレンジャーのジョージ・ハロルドとリチャード・ウェア軍装との銃撃戦になり、撃たれて死んだ。ウェアの近くには有名な詐欺師のソーピー・スミスと、そのいとこエッドウィンがおり、ウェアが撃つところを目撃した。ソーピーは、お前が彼を撃ったと思うと叫んだ。この事件を、地元では、サムバスの銃撃戦と呼んでいる。この銃撃戦は、 毎年7月4日の独立記念日に、オールドセトラーズ公園での開拓の日々祭りで再現されている。バスは、オールドタウンの北西サムバス道路沿いのラウンドロック墓地に埋葬されている。当初の墓碑は、ラウンドロック公共図書館に展示されている。面下20世紀前半、軍は面下畑から富を得るようになった。 週刊高速道路35号線の東では、綿花、穀物、ぶどう及び市場向け野菜が主たる、生活の種だった。バルコーンズ段階の西では、牧場主たちが牛、羊及び少量ながら、ヤギを飼育していた。地元では、黒いローとも呼ばれた、ラウンドロック周辺の肥沃な国土プレーリーがあるために、当時は、綿花が、最大の経済推進力になった。 この土壌と気候があることで、この地域は農業生産に理想的なところだった。ラウンドロックの東にあるテーラーでは、コットン人で綿花の種が取られ、村に圧縮して詰められ、列車に積みされるという綿花産業の中心になった。オースティンも1870年代に鉄道が伸びて、くると、やはり綿花産業の中心になった。 綿花の生産と牛の飼育は現在、かなり小さな規模にはなったが、主に、ラウンドロック東部で続いている。チザムトレールクロッシング公園、チザムトレールの有名な渡し場という歴史遺産を保護するために、チザムトレールクロッシング公園が開発され、チザム牛追いで、ラウンドロックが果たした歴史的な役割を再現して、観光客を楽しませている。公園にある、 記念名版では、ラウンドロックの歴史を説明している。ラウンドロック氏は、4頭のお牛と開拓者の婦人ハッティクラック及びその息子エミットの制銅制彫刻を、市民の寄付で制作した。この彫像は、チザムトレイルの私があった場所に置かれラウンドロックの、歴史を表現している。これに18内し20頭の制銅制彫刻を、追加する計画がある。 オールドセトラーズ教会南北戦争が終わると、南軍退役兵の集団が、ウィリアムソン軍の古い開拓者とその子孫のために、1904年8月27日に、ジョージタウンで、同窓会を開いた。その招待状には、良い音楽、豊富な食べ物、さらには、温かい歓迎を約束していた。この行事は、成功を収め、それ以来現在では、 オールドセトラーズ協会と呼ばれる同窓会組織が毎年開催されている。ジョージタウンでまず開催された後、会場はラウンドロックに移り、最終的にはラウンドロック市内東部の修道79号線、近くパームバレーのオールドセトラーズ公園前に3棟の再建されたマルタゴーともに教会の建物が建設された。組織の会員は、 すべて1904年以前のウィリアムソン軍従人の子孫だった。オールドセトラーズ教会には約50人の活動会員がおり、総会員数は300人である。オールドセトラーズ教会は現在社会活動と教育のための集団になっており、社会活動の他に歴史的に重要な情報や事実を収集し保存することを目的にしている。教会の施設は、 集会、芸術、工芸品、収集品の展示会、行事、パーティー、結婚式及びリハーサルディナーに貸し出されている。調理や出前のための設備も使うことができる。週刊高速道路35号線の経済効果1950年代、軍内では、綿花生産と出荷の中心であり、人口も多かったテーラーの町が、経済の中心だった。 当時計画された、週刊高速道路体系の一部である、週刊高速道路35号線は、ダラスからオースティンに向かう途中でテイラーを通るものと予測されていた。実際に高規格道路コミッショナーのデウィットグリアが描いた、当初の計画では、テイラーを抜ける、地域間高規格道路が入っていた。テイラーの市民や指導者がテイラーを通るルートに反対する。 ロビー活動を行った。彼らは農地を失うことから、通行権という欲しくないものが発生すること、農夫の家と農場が道路を隔てて切り離されること、交通の騒音が発生すること、及び田園生活が失われることまで、様々な理由を言い立てて反対した。誰も地域間高規格道路が、どのようなものかを知る者はいなかった。 彼らはその代わりに、産地市場直結道路の改良とオースティンに至るエアラインハイワーへの建設を望んだ。一方、ラウンドロックの指導者たちは高規格道路がもたらす潜在的な経済開発機会に焦点を当てて、その道路が自分たちの街を通ることを望んだ。 当時の誰も、週刊高速道路という道路を見たこともなかったが、当時の市長ルイス・ヘンナは高規格道路委員会に、ラウンドロックを通るルートについて、懸命な請願を行った。1956年6月、週刊高速道路の形態、予算及び経路に関する15年間に及ぶ議論に、決着を見た。ラウンドロックが熱心に、ロビー活動を行い、 テイラー市民の反感を買うことを望まなかったことで、経路は最終的に変更され、この道路はラウンドロックを通るバルコーンズ断層線の縁に沿って建設された。しかし、正確な経路はオールドタウンを切断し、その西の局最近に中心街となった地域を通るものだったにもかかわらず、何の反対もなかった。この週間高速道路はラウンドロックを発展しうる。 活動的な経済中心に変えた。この道路ができたことと、主要産物として、綿花の重要性が衰退したことにより、テイラーは人口の少ない小ささ質素な町であるのに対し、ラウンドロックは繁栄して、軍内最大の都市まで急拡大し、デルコンピュータや大型小売センターのような事業を引き寄せた。ラウンドロックの変遷は、リンダス・カーボローの著書、道、 川及びオールドボーイの政治、農場からスーパー郊外都市に至るテキサスの軍部が選んだ道に詳しい。ベッドタウンとしての生活1990年代までにラウンドロックはその雇用される住民の大多数がオースティンで働き家屋や土地がそれほど高くないラウンドロックやジョージタウンのような場所にある家に戻ってくるベッドタウンとしての機能が主流になっていた。 家屋や土地は現在でも比較的安いところがある。1990年代には大規模雇用主がほとんどなく、地元の小売店やサービス業、あるいは牧場や農業以外の仕事はほとんどなかった。しかし、1990年代後半、その状況が変化し始め、市と商工会議所にとって経済開発が大きな関心事になった。 デルコーポレーションがその本社をラウンドロックに移転させ1万6000人というかなりの就業機会を市に提供した。その他にも大企業が多くの市民の住んでいるのと同じ社会で働く機会を提供した。パームハウス博物館、ラウンドロック公共図書館、ラウンドロックは北緯30度30分54秒、整形97度40分21秒。 北緯30.51500度整形97.67250度、30.51500-97.67250 30. に位置する。オースティン市からは北に17マイル、ジョージタウンの南10マイルにある。標高は709フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は26.3平方マイル。 このうち陸地は26.1平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.50%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラウンドロック市は市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員会は6人の委員と1人の市長で構成されている。委員と市長はすべて、 全市を選挙区に選出され、地理的な地区によらず、全市を対象に収めている。市長代理が、毎年市政委員会によって指名されている。市政委員は常勤ではない。市政委員会は常勤のシティマネージャーを指名し、シティマネージャーが、市の日常の事態を管理している。市政委員会の会合は、中心街のメインストリート東221で、 特に指示のない限り毎月第2及び第4火曜日の午後7時に開会されている。会議の模様はテレビで放映されている。コミッショナーズコートがウィリアムソン軍に関わる政治と管理の主体である。5人の委員で構成されている。軍判事がコートの議長を務め、軍内すべての有権者から4年ごとに選ばれている。4人のコミッショナーは4年ごとに、 地区あたり一人ずつが選出される。ラウンドロック市の大半が第一地区に入っているが、四つの地区はどれも市内にその一部がある。テキサス州議会では上院の第5および下院の第52選挙区に属している。連邦議会下院ではテキサス州第31および第10選挙区に属している。2010年時点で 衆議会会議員以外すべて共和党議員が務めている。通常、マッドと呼ばれる都市公共事業地区がラウンドロックで重要な役割を果たしている。都市公共事業地区は浄水、下水、雨水、また時として道路、公園、家庭ゴミ、その他のインフラやサービスなど公共事業を地区の住民に提供する特定目的を持った地区である。 通常市が公共事業を提供できない時に施設や道路を設置する手段として居住開発者によって形成される。開発者は時間をかけて課された料金から資金を回収する。基本インフラの費用が回収されるとある時点でその地域は市に併合され市の税収に組み込まれる。マッドは地区住民の投票で選ばれる理事会によって代表されている。 マッドは、事業と施設を維持するために土地を収容し、地域を追加し、資産税の代わりに料金を課する権限がある。ラウンドロック市内には、現在10のマッドがある。これらマッドに住む人口は2010年推計で47,648人である。ラウンドロックで最大の地区は、ブラッシークリーク都市公共事業地区である。この地区は1977年に、 ウィリアムソン郡都市公共事業地区第2号として設立され、広さは725エーカーある。1983年の合併で、面積は2210エーカーに広がった。地区名は1990年8月に、ブラッシークリーク都市公共事業地区に変更された。この地区は、公園やレクリエーション、高熱などすべての公共事業、道路保守及び、 持ち家社協会など、市のような、幅広いサービスを行っている。マッドが提供できるサービスは法律によって制限、されている。他に類似するが小規模なマッドとして、市内ワイオミングスプリングス地域に、ファーンブラフ都市公共事業地区がある。どちらの都市公共事業地区も、地域の統治と、基本的公共事業の維持を行う重要な役目がある。 都市公共事業地区理事の選挙には長い間に大変激しい争いがあり、他のマッドの問題に関して熱い議論が戦わされてきた。ラウンドロックは老朽化したインフラの取り替えや、維持費用を負担しないために、マッドを積極的に併合してはいない。デル本社、ラウンドロック氏は、テキサス州中部の経済成長のために、中心地となる中で高い生活品質を維持してきた。 市内の産業分野としては、クリーンエネルギー、先進的製造、生命科学、及び、コンピュータとソフトウェアの開発である。主な雇用種としては、トッパンフォートマスクス、シアーズカスタマーケア、イケア、ラウンドロックプレミアムアウトレット、コミコテクノロジー、テキサス州保証学生ローン共同組合、シンパス、ドレッサー、ホスピラ、テコウェスティングハウス、 セリリアントコーポレーション及びデルがある。デルは、ラウンドロックを本拠地とする多国籍コンピュータと情報技術の会社であり、コンピュータと関連製品、サービスの開発、販売、サポートを行っている。ラウンドロックの事業所では、約1万6000人を雇用し、世界規模では9万6000人を雇用している。 テキサス大学の学生だったマイケルベルが1984年に PCS スリミテッドとして創業した時はオースティンを本拠にしていた。会社が拡大するにつれてかなりのスペースを必要とするようになり、1996年にラウンドロック氏が出るとの間で週内売上げにかかる消費税を50対50で分けるというチャプター380協定を提案した。 チャプター380協定とは、経済開発の目的で、消費税を分け合うことを認めるバーノン法にある、チャプターの名前である。テキサス州中部でこの協定が使われたのは初めてで、あり、州内でも早い部類に属した。1999年時点で、ラウンドロック資採出のほぼ半分は、デル本社から上がる消費税によるものだった。現在デルは、 世界でも最大級の技術系会社になっており、フォーチュン500では第38位にランクされている。フォーチューン2市は情報産業分野でデルを称賛される会社の第5位に推している。デルは2008年にクリーンエネルギー計画の一部として、ラウンドロック本社のエネルギー資源をより環境に優しいものに切り替え、電力の60%は 特社エナジーの風力発電所40%はウエーストマネジメントが運転するオースティンコミュニティランドフィルのガス発電プラントから得ている。市内最大の商業とオフィスの中心は、修道45号線と、週間高速道路35号線交差点の北東角にあるラフロンテラである。ここは多様な賃貸オフィス。 企業本社のための施設、売り場面積100万平方フィートの小売スペースと、いくつかの集合アパート、及びその他小規模小売り店と住宅を組み合わせたものである。ここには、ウィリアムソン軍で、唯一の大型ホテルであるオースティンのオースマリオットも、入っており、小さな重役用会議室もあるが、大型の会議、集会、バンケットのためのスペースもある。これは、軍内で、 初のものであり、ラウンドロック市の経済、商工会議所及びデルにとって重要な要素になっている。ラフロンテラには、テキサス州保証学生ローン共同組合も入っている。小売りのセクションは、オースティンラウンドロック都市圏で2番目に大きな屋外商業施設である。2006年、週間高速道路35号線とハイウェイ1431号線交差点に、 小売業だけのセンターがオープンした。主要小売店としては、サイモンプロパティグループが運営するプレミアムアウトレットモールがあり、通り向かいにはイケアがある。また数多い小売店やレストランもある。市内には幅広い分野の病院や広範な医療サービスがある。これら施設の機能の多くは、ラウンドロックだけでなく、ウィリアムソン軍全体を呼び、 オースティン北部も対象にしている。週刊高速道路35号線と修道45号線のインターチェンジ2004年観光2006年11月、中央テキサス地域交通局が地域発の有料道路システムの第1区間を開通させた。テキサス州道130号線と道45号線もラウンドロック市内に有料区間があり、 市内の稼働性を著しく増したが、運転者に対する高い利用料金については、地域から強い反対があった。修道130号線は、オースティンバーグストロム国際空港のすぐ南で、アメリカ国道183号線と、ジョージタウンの北で、週間高速道路35号線と接続しており、ラウンドロック市の最東部を通っている。 ラウンドロック市民は片道約6ドルでオースティンの空港に行くことができる。この計画が完成するとサンアントニオの東北東30マイルにあるセギーニ市のすぐ東で週間高速道路10号線に接続して週間高速道路35号線と並行する道路を生み出すことになる。修道45号線は シーダーパーク市のアメリカ国道183号線から東に向かい、ラウンドロック市の東にあるフルガービル市で修道130号線に接続し、有料の130号線と合流して、オースティンの南にあるブーダ近くで修道45号線の南区間と交差する演習場道路である。ラウンドロック市の南部全体を通っている。 ラウンドロック市とオースティンの間をさらに迅速に結ぶことができ、以前は、週刊高速道路35号線にあった渋滞を緩和している。この計画には、修道環状1号線の有料延伸区間も含んでおり、週刊高速道路35号線から環状1号線まで、地上部分によらず高架で直接接続できる。この有料道路は、 デル本社やその従業員にも便利なものである。二つの有料道路は積極的なやり方で、ラウンドロック市内の稼働性を著しく改善している。ラウンドロック市は、テキサス州交通部に常に働きかけて、修道45号線の計画初期段階で、最優先プロジェクトにすること、通行券の買収及びその他の援助について、大きな役割を担ってきた。 当時ラウンドロック市のシティマネージャー、ロバート・ L ・ボブ・ベネットが、市の計画を監督した。ベネットは現在引退しているが、2003年に、ウィリアムソン軍から中央テキサス地域交通局理事会の設立メンバー指名を受けた。元ウィリアムソン軍コミッショナーのマイク・ヘリゲンスタインが、現在中央テキサス地域交通局の執行理事で、ある。 テキサス州教育機関認定の教育学区である、ラウンドロック独立教育学区は、ウィリアムソン軍南部とトラビス軍北西部を管轄しており、ラウンドロック自然体とオースティン市とシーダーパーク市の一部を含んでいる。この地域の広さは110平方マイルあり、ハイテク製造業、都市小売業センター、郊外地区及び農業と牧場の用地に広がっている。 2009年から2010年の学校年度で、およそ4万3000人の児童、生徒が4つの高校、9つの中学校、30の小学校、1つの9年生センター及び2つのオルタナティブ教育センターに通っている。過去5年間で、児童、生徒の数は14%近く増加し、入学者数は毎年1200人以上増加し続けている。 2010年8月、新たに5番目の高校を開校し、9年生センターは、中学と地区31番目の小学校に転換され、ストーンウーク省地区を開設する。地区の平均生徒教師比率は14.7である。7年生から12年生の年間落語率は1.1%で、あり、校を卒業する生徒の77%は、 大学進学的性試験科、アメリカンカレッジテストを受験し、全国平均よりかなり高い成績を残している。市の資産税率は、全国平均よりかなり高いが、学校の成績は投資された税金を反映している。2010年7月30日付年報では、ラウンドロック独立教育学区内の25の学校に対して最高レベルの模範的と評価し、 テキサス州中央部の郊外型教育学区の中では最高の学校数となった。2010年、この教育学区は全体としてテキサス州教育機関から学術的に認定に位置づけられ、2009年の学術的に需要よりも一ランク上がった。ラウンドロック高等教育センターのアベリー、ビル市内では多くの高等教育を受ける機会がある。 1990年代、当時シティマネージャーのボブ・ベネット、企画監督、ジョー・バイニング及び市民マイク・スウェイズの指導で、ラウンドロック高等教育センターの設立を企画し、監督した。その概念は、カレッジや大学が合同で教育、訓練を施し、時間限定及び全日制で学位を得る機会を提供するという方向で実現した。センターは、 町周辺の様々な空室施設を利用し、その当初訓練プログラムは特殊化した需要のあるデルのような地元会社で働くために学生の教育を支援することを目的としている。2008年、教育キャンパスと最初のビルであるアベリービルがテキサス州立大学サンダマルコス校、オースティンコミュニティカレッジ及びテンプル大学の共同でオープンした。これは、 幅広い教育機会、特殊化された訓練及び修士号など様々な程度のプログラムを提供するためである。2009年末までに1700人の学生がこのプログラムに入学した。テキサス州立大学がこの動きに指導的な役割を果たし、施設と追加されるビルのための100エーカーの土地は、センター周辺の土地に昔から入植していたアベリー家が寄付した。 第2の校舎ビルのための計画と設計が進行中である。市内には2009年12月9日にオープンしたテキサス A&M 健康科学センターラウンドロックキャンパスがある。このキャンパスは今後追加される72のビルを建てられるように設計されている。資金は2年ごとにテキサス州議会が手当てする。 2010年8月23日、オースティンコミュニティカレッジのシステムの中で最大のキャンパスがテキサス州立大学センターに隣接してオープンした。オースティンコミュニティカレッジは総面積25万平方フィートの5つのビルを建設しており、その第一段階で5000人の学生を収容する。 三つのキャンパスすべてが急成長するアベリーファームズ開発地の中で互いに隣接しており、この特別地域はラウンドロックの高等教育地区と呼ばれている。さらに新しい高等教育機関としてテキサス州立大学にセントデイビス看護学校が開校される予定であり、その建設が進行中である。州立大学の健康専門カレッジの中に入る予定である。 このカレッジが提案するプログラムは、健康情報管理、健康サービス研究、及び、理学療法である。AAA パシフィックコーストリーグのマイナーリーグ、野球チーム、ラウンドロックエクスプレスが、ラウンドロックを本拠地にしている。野球の殿堂入り下のオーラン・ライアンの、ムスコリード・ライアンが設立し、RSR スポーツが所有している。2010年8月時点で、 ノーラン・ライアンは、メジャーのテキサス・レンジャーズの新しいオーナーにもなっている。ラウンドロック氏が所有し RSR スポーツに、運営と管理を長期契約で委ねたザ、ザデル・ダイヤモンド球場で、ホームゲームを行っている。またメジャーリーグラグビーのラグビーユニオンチーム、オースティン・ミルグロニスもラウンドロックを本拠地にしている。2007年には、無料の公共スケート公演がオープンされた。 この公園は、ガッティススクール道路沿いクレーマド線、レクリエーションセンターの背後にある。ラウンドロック市は、テキサス州のスポーツ首都を標榜している。市内のオールドセトラーズ公園は、専門家が設計した、ディスクゴルフコース、クリケット、20面の野球場、5面のソフトボール場、および7面のサッカー場があり、さらにロッキン川家族水上センターもある。 ソーピー・スミス、1898年撮影、マイケル・ソールデル、デルコンピュータの創立者かつ、社長、CEO として、ラウンドロック氏経済に大きな影響を与えた。ありがとうございます。